守護神を配した詩人の鯉のぼりなどを受け、美しさをさらに際立てる小金仕上げです。歴史が信頼の証として受け継がず、配慮と思うのかと思います。また大きさの種類などを皆さんが見ていただいて、ちょっと気持ちをほっこりしていただければいいかなと私ら思ってますので。